暑くなると増えるのが川のレジャー。こちらの川で事故が発生したということです。女の子は懸垂幕の手前、川の中央付近で溺れていたとみられます。昨日午後4時過ぎ、西条市の鴨川で家族で遊びに来ていた新居浜市の小学5年生の女の子が溺れる事故が発生。警察によると、家族がいなくなった女の子を捜索していたところ、近くにいた30代の男性が発見し陸に引き上げたということです。女の子は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。この場所にたびたび訪れるという男性は、これ見た感じで緩やかに見えとっても、今まだこれかなり水多い方なんですよ。雨が降ってまだ立ってないけん。警察によると、女の子が発見された場所の水深は145センチほどだったということです。危険ですね、ここは。過去にも事例があるぐらい、まあ、左曲がりなんですよね。奥に行けば行くほど深いんですよ。2014年には昨日事故が起きた現場とほぼ同じ場所で高校生2人が。すぐ上流では2012年に釣りをしていた男性1人が溺れて亡くなる事故が起きています。鴨川マップなんですけど、みんながよく泳いでいる場所の危険な箇所を書いた地図です。みんな泳ぎに来る割に、危険に対してあまり知らない、川のことを知らない人が増えたので、ちょっとこうみんな一回川のことを知っとった方がいいんじゃないかなと思って。2年前にチャンネル4が取材した鴨川の危険箇所をまとめたマップ。鴨川近くでアウトドアショップを運営する久保一平さんが制作し、市内すべての小中学校の子どもたちに配布されました。大体みんなこの辺りで泳ぐんですけど、この短い区間に川の危ない要素がびっしり詰まってるんです。みんながよくキャンプをするとかここなんですけど、ここには有名な水を吸い込む場所があったり、奥は深い淵になってたり、こう増水すると流れが複雑になって逆流するような流れがあったりと。昨日事故が起きた現場も危険箇所に挙げられている一つでした。今回亡くなった女の子がライフジャケットを着用していたかどうかは、警察が調べを進めているということです。あらかじめその場所の情報をしっかりと収集把握していただきまして、特にライフジャケットを必ず着用していただくなど、安全対策をしっかりと講じていただきたい。